動画をご覧くださりありがとうございます。パンダ178です。今回はですね、映画機動戦士ガンダムナラティブです。これはユニコーンガンダムの流れになるんですかね。確かガンダムジオリジン の誕生破壊設定の時にあの予告を見た気がしますね。でその時にはこれちょっと良さそうだなっていうのがあって、あのニュータイプをまあ研究する機関の中でのこうなんか実験とかね、なんかそういうのやってるっていうところがあって、まあそういうのもありましたし、あのちょっとファーストガンダム、ちょっと飽きてるところもちょっとあって、あのジオルジンでね結構お腹いっぱいになったんですよね。周りがそのぐらいこうやっぱすごかったんですけど、それでまあユニコーンガンダムのラストぐらいからその予知終わったんですけど、まあちょっと新しいものっていうんですか、そういうのが見たいなって思ってて、で今回のナラティブはあの、まあ、いわゆる戦争ものではないですね、まあ、一つの事件といいますか、あのユニコーンガンダムの後にあの、まあ、別のユニコーンガンダムがあの失踪、まあ、消息を絶つんですね。で、まあ、それをこう見つけて捕獲するのが目的というね。で今作の中心となる3名の若者がいるんですけど、それがヨナ・ミシェル・リダですね。で彼ら幼なじみなんですよ。でねこれ結構面白いのが、あのこの3人がこう子供時代にあのコロニーが落ちる、まあ、コロニー落としを、まあ、予知するんですよね。でまあそれによってこう一つの町が救われるというか、まあ、そういうことがあって、でまあそれによって、まあ、彼らはニュータイプではないかということで、まあ、研究施設へね送られてしまうんですけど、でまあ、そこからいろいろあって、まあ、彼らは別々の道までではないんですけど、まあ、ちょっと離れていっちゃうんですね。で現在の彼らはもう大人になってるんですけど、で今作を見まして、あのいわゆるロボットアニメではないなって思いましたね。ただ誤解のないように言っておくと、あのモビルスーツの戦闘はあのめちゃくちゃすごいです。非常に興奮しましたしね。あのやっぱりね今作のこうメインっていうか主軸になってくるのはあのやっぱり3人の若者なんですね。こう彼らの運命っていうか、あの先ほど言い忘れたんですけど、ナラティブガンダムに乗るヨナだけが男なんですよ。ミシェルとリタは女性ですね。まあ友情って言いましたけど、まあそこにこう恋心があるのかどうか、まあちょっとあるんじゃないかなって思いましたけど、でまあ、今作のような感じが、まあ、見る方としてはどうなのっていうのはちょっとあるんですけど、まあ、ガンダムといえば戦争という言い方をするのはおかしいんですけど、まあ、今回戦時中ではないんですね。まあ、そこら辺がどう評価されるのかっていうのはありますけど、まあ、僕は面白かったんですけどね。でもこう逆に新しい見る層が増えるかもしれないっていうのもありますね。あの政治機みたいなところが全面に出ないというところもあって、あのこれまでのガンダムはあまり見てない方でも見やすいと思いましたね。まあ劇中で、まあ、ジオンだとかエウゴ・ティターンズっていうようなことも出てくるんですけど、あのその辺ね聞き流してしまっても問題ない感じの話なんですよ。なんかね僕はそこら辺ちょっといいなって思いましたね。まあ、分かる人は分かるでよし、分からない人は分からないでも楽しめるっていうね。で今回はニュータイプのバトルがメインでほぼほぼそれなんですね。でね僕 SF とかこうアメコミとかヒーロー作品とか好きなんですよね。で見てるとねなんかそっちの層にも訴えるものがあるっていう感じなんですよ。まあ地域の子供たちっていうことで、まあ、研究施設に連れて行かれる彼らなんですけど、でそこら辺で X-Men とかと被ってくるなって思って、こう普通と違う能力を持ったものはやっぱこう恐れられたりとか、まあ、それを利用しようとするものが現れたりとか、まあ、そこら辺でこうヒーロー作品と近いものがあるし、であとね人類の進化の先とか、あのそういうストーリーでいくとちょっと神話とか、まあ、SF と私伝説とかそういうあれですよね。でそうですね、あの今作で敵になるものなんですけど、今回はジオンのゾルタンですね。あのフルフロンタルみたいなやつなんですよ。
で戦闘シーンはもう全編クライマックスって感じで、あのもうニュータイプ同士の戦闘なんですよ、ほとんどね全部で。彼らのね能力っていうかがもう人知を超えてしまってるんで、あの昔のガンダムとかで、あのこうファンネルとかビットとか、まあそういうのを飛ばすとか、あのそういうところはねもう超えちゃってて、あの普通の人も太刀打ちできないっていうか、あのもう超人同士の戦いなんですよね。で前作のユニコーンガンダムのラストがそうでしたけど、あのバナージとかのねとことか覚えてる方も多いと思うんですけど、あのこうなんかあらゆるこうものに干渉したりとか、その時空含めてね、もう神ですよね。あのここまでね、あのこれまでのガンダムと違うようなところの話分かりしてきたんですけど、でまあ実際そうではあるんですけど、まあ、だけどニュータイプのストーリーっていうのはこれまででもずっと語られてきたことだし、でこう劇中ねいろんなこうセリフだとか、まあ、映像も入るんですよね。でそういうところを見てると、やっぱりこう古いファンっていうんですか、まあそういう方のこう結構見る余地もあるというか、まあ一個の作品として非常に面白い映画なんで、まあぜひね皆さんにも見ていただいて、あのこうどんなストーリーであるかとか、あの確かめてほしいと思いますね。まあ感想はねそういったところですね。でそれね今回パンフレットですね、僕豪華版っていう方を買いまして、でそれにはねパンフレットとあともう一冊こういうのがついてますね。でこれにも結構いろいろ載ってますね。それからね入場者記念みたいなのがありまして、これがすごい嬉しいんですよね。あのえいなんかこの袋めっちゃ良くないですか。これをまず置いとかないといけないっていうね。でこうこれも配置を開けたんですけどね、さっきね、あのこんな感じなんで乗り付けなんですよ。でね残したいから破くわけにはいかないですよね。でこうシール剥がしとか入れてみたりとかちょっと得たんですけど、あの取れ方というか外れ方というか、あのまあまあですかね、あのそんなに綺麗にできなかったです。まあ破いてしまわなかったのだけは良かったですけど、ちょっと見てみましょうかね。じゃーん。あのこれ中身はあの何か分かんないですよ、入ってるのか何かね、のなんかチラシ広告関係もあの、まあ、たくさん入ってますね。うわなんかめっちゃかっこいいやつ入ってましたよ。あのもらえるものが週替わりか、それともこうどっかで期間決めて、あのどっかで切り替わるとか、そういうものだと思うんですけど、あのそのあたりはね、あのなんていうかやっぱ結構ずるいですよね。あの欲しかったらねまた劇場に足を運ぶしかないと。あのでもね次の入場者特典もあの結構いいものだったはずなんですよね。